とくっとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。皆さんこんにちは、中見由紀です。こんにちは、かっちゃんです。はい、かっちゃん、今日はなんかもうね、はい、いろいろ本並べていただいてるみたいなんですけど、うん、で本当はね、うん、もっとたくさんあったんだけど、うん、もう全部持ってくるの重いから、もう3冊だけにしたんですけどね。厳選して3冊、はい、うん、あのまあ、大好きなね、あの先生で、うん、あの藤田浩一郎先生っていう方のね、はい、まあ、著書なんですよ、でこれ心の免疫学、うんうん、ね、まあ、はい、あの非常にね、まあ、ユニークな、ね、まあ、先生でですね、はい、まあ、藤田先生、医学博士で東京医科歯科大学名誉教授、はい、人間総合科学大学人間科学部教授というふうにね、はい、書かれてますけども、はい、へえ、まあ、海中博士ってね、俗にね言われて有名なんですね、はい、海中ってお腹の中にいる虫の海中ですか、あるいは寄生虫博士ね、はい、はい、で、ね、それから、ね、これなんかもすごく有名、うん、はい、腸内革命、あ、これも有名ですね、はい、この本ね、うん、それからね、先日ねお伺いした時にこれ先生からいただいたんですよ、うん、新刊で、はい、新刊、はい、腸、脳はバカ、はい、腸は賢い、はい、これ本当にね面白い、ね、タイトルからして面白そうですね、うん、でもう初めてお会いして、うん、1時間ぐらいいろいろお話したんですけどね、まあまっすぐな先生、正直な先生、もう自然体の先生だなと思って、うん、翌日、まあ、東京から九州ね飛行機行く途中、まあ、乗った時に、うん、機内でこれ全部読んだんですよ、はい、まあ、まさにその通り、うん、だから、ね、例えばねちょっとねこんなこと言ったらね、変なこと言われるかなとかね、そういうことって人間いろいろあるでしょ、うん、ね、まあ、後ろめたいまでいかないけど、うん、ね、だからそういうことは人に言わないし、うん、文章にも書かないのよ、はい、で先生自分のこといっぱい書いてるからね、あ、うん、それとか、まあ、子供さんのこととかね、うんうん、うちなんかそんなこと書いたらねうちの家内にね家を追い出されるもんね、ね、自分のこととか控えめに書きますけど、うん、そういうことも正直に書いてらっしゃる、そう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 、ね、本当に素晴らしい先生でね、うん、でこれねあの記念撮影、ね、うん、したんですよ、はい、あ、かっちゃんは藤田先生の本持ってて、はい、藤田先生もかっちゃんの本、はい、ね、自然治癒力を発動させる3つの条件こちら持ってくださってますね、はい、そうですね、うん、でね、あの、まあ、ね、まあ、もともとね、あの、まあ、確か整形外科だったと思うんですけども、うんうん、で、寄生虫にまあ興味持ち出して、で寄生虫の研究をずっとね、まあ、続けられて、うん、で、でその寄生虫もね、寄生虫って言ったらね、まあ、寄生してる、うん、ね、悪いもんだってイメージあるでしょ、あ、確かに、ね、でもね、うん、サナダムシってね寄生虫じゃなくて共生虫なんですよ、要するに共生してるの人間と、そうなんですか、うん、なんか確かうちの母が小さい頃なんかはね、その虫下し飲まされたりなんかいうことがあったかと思うんですけど、はい、実はお腹にいいということですか、そうそうそう、へ、うん、でね、お腹の中でね、もうどんどん増えすぎないようにちゃんとなってんのよ、うんうん、だから1匹飼ってたら1匹のまんま、はい、で卵はね1日に200万個かな、すごいすごい卵の数を産むんだけど、はい、それがねお腹の中どんどん増えることないんですよ、あ、そうなんですか、1匹飼ったら1匹のまま、そうそうそう、へ、うん、それでね、そのまあね、サナダムシがいる、ね、のお腹の中でですよ、うん、まあ、いろいろな、ね、こう、まあ、物質を作るんですけども、でそのサナダムシの腸内細菌がいろんなタンパクとか作るわけですよ、うん、それがね人間のアレルギーを抑制したりとかね、はあ、まあ、そういう研究されてまして、じゃあアトピーで悩んでるとか、もう私も花粉症があったりとかしてたんですけど、はいはい、そういうのにもすごくいいっていうことですよね、まあ、はっきり言って効果あるってことなんですよね、はあ、うん、でだからそういう発表をしたら、で海外の学者からはね、うん、素晴らしい、うんうん、でも日本の学者からは、ね、バカにされた、ね、あ、どうなんでしょうね、うん、それで笑う寄生虫って本をね書かれたんですけどね、あ、ねえ、なんかいいって分かってるからそうしたい人も多分多いかもしれないけど、あ、でもなんかお腹の中に虫飼うのかと思うと抵抗があったりするんでしょうね、いやだから結局ですね、サナダムシっていうね余裕なもね、うん、まあ、よくないんですよね、だから例えばサナエちゃんとかね、可愛らしい名前で呼ぶとかね私の中のサナエちゃん、そうそう、やっぱ藤田先生は自分の中で飼ってたのちゃんと名前つけてるもんね、あ、そうなんですか、そうそうそう、あ、ちゃんと自ら実践されてお腹にサナダムシ君を飼ってたわけですね、うん、そう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 、うん、だから、まあ、要するに、ね、人間と共生関係なんだから植物でいうとね、ミミズと同じなんですよ、
だ植物、ね、根っこのとこミミズいるでしょ、はいね、人間で言えばお腹の中にサザムシ飼うのと一緒なんですよ、あミミズがね、そうですね、あの周りの土食べては、まあ、糞をしてそれが栄養になるんですもんね、うん、それと同じと考えたらいいわけですか。そうそうそう、そうまあ、進化論で有名なダーウィン博士がね、うんまあ、昔はミミズの研究やってたよね、うんうん、それで、1平方メートルあたりに、ねうんまあ、ミミズがだいたい10匹から20匹ぐらい、うんうん、で1年間で約、ね、50キロぐらいのうんこを出すというのをダーウィン博士がちゃんと、ね、データ出してるんですよ。50キロってすごい量ですけど、そうそう、だからそれで土が、ね、活性化されて、で土壌微生物もどんどん増えるんですよ。はじゃあ同じ原理でサナダムシもお腹の中でもしいればすごくいいものを出してくれるそ う, そうそう、だから腸内細菌をこう活性化するようなものをねちゃんとね作ってくれるんですよね。でも確かにサナダムシをお腹に飼うっていうと抵抗あるんですけど、うん、今のこのメカニズムを聞いてると、うん、ビオネとかの乳酸菌生産物質が入ってるのと同じような感じですよね。まあそうですね、ですよね、うん、だからね、まあ、ビオネは乳酸菌と酵母菌の、ねうんまあ、代謝産物、まあ、生産物質を原料にこう作ってるわけですよ、ね、でサナダムシはサナダムシの腸の中でね、うんまあ、発酵した、まあ、腸内細菌が作る物質をこう出すわけですよ、ね、それが人間のお腹を活性化するわけですよ、うん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 、だから、まあ、サナダムシ飼うの嫌だったら、うんまあ、乳酸菌生産物質、はい、飲んだ方がいいんじゃないかなってことなんですよね。その方が気分的にもいいですね、うん、それでね、まあ、藤田先生は ね, 、はい、ね要するに乳酸菌食べるよりも ね,、うん、ねもう乳酸菌の生産物質も絶対にいいってはっきりおっしゃってる、ねえじゃあ私も実際自分が試してるんですごく実感してますけどね、うんでまあ、特にねあの今月、まあ、12月のね、はい、20日以降に発売される、うんまあ、ニューライフっていう月刊誌があるんですよ、でこのニューライフに私と藤田先生の対談が4ページ掲載されてるんですよ、はい、4ページも、はい、だからその中にね腸内細菌のこととか、まあね、いろいろお話しさせていただいてますので、うん、で、まあ、銀行の、はいまあ、待合室とか、うんうん、病院の待合室とか、はい、結構ねあの公共 の施設に置いてますので、ええまあ、ぜひね、まあ、読んでいただけたら、まあ、それからね、まあ、ニューライフ、まあ、これねあの書店でもね売ってるところもありますんでね、ええ、はい、はいまあ、ぜひね、まあ、読んでいただけたらと、まあねうんまあ、本が出てから、ねはい、もう詳しいまたねニューライフのねご案内を YouTube でもさせていただこうと思います。またお知らせしますね、はいまあ、こういったお話はあのラジオの方でもいろんなためになる健康になる笑顔になるお話させていただいてますので放送の方もぜひ皆さんお聞きください。毎週水曜日夕方5時45分ラジオ大阪1314でお送りしてます。ぜひお聞きくださいね。ではまたお会いしましょう。さようなら。